焼き物散歩道に唯一団子茶屋は、昔懐かしい雰囲気のお団子屋。お店では気さくなご主人とほっこりトークも楽しめます。おすすめは醤油の香ばしさと苦みが癖になる醤油団子。焼き物散歩道を訪れた際に一度立ち寄ってみては。